皆さんこんにちは。こんにちは。消滅都市の時間です。今回はとし君はオープニングから消滅しております。消滅しちゃった。私しかいません。はい、とし君は消滅しました。いつものお流れですね。あの先週のお便り動画のゲストが、はい、あの最後かと思います。やめてください、そういうのダメですよ。そういうの本当にする人いますから気をつけてください。今日はちゃんとまた来ると思います。ちゃんと来ますか。ご安心ください。安心してください。普通に生きてます。わかるでしょそんなの。今日はあの新機能が追加されたんですよ、消滅都市に。対戦デスパーティー。そう、あ、これ見りゃわかるかな。そう、見りゃわかる。対戦デスパーティー、これはですね、まあ、あのおなじみのゲームマスターからの挑戦状的な感じ、ね、うん、村井さんもおなじみですよね。はい、あいつね、はい、1対1の対戦バトルができるという機能なんですよ。誰と？他のプレイヤーと。へえ。で、そのスコアに応じて競い合って、バトルに勝つと勲章は、バトルに勝って勲章を集めてグレードを上げると。そんな機能が入ったんだ。そうなんですよ。ほう、結構ビッグ機能なんで、はい、実際にこれをやってみたいと思います。どうぞどうぞ。よっしゃ。このね、下の特別クエストからいきますね。で、この紫色になってると対戦デスパーティー、あと3日って書いてあるぞ。そう、これが期間限定でこうポンポンポンって開催されるものだと思うんですけども、これは、3日間ですかね。3日間でカエル降臨行こうよ。カエル降臨、カエルはダメです。カエルは行きません。ダメです。じゃあ私のパーティー的にちょっと、ね、無理。ゲームマスターでいいよ。だって星3ですよ。私のランクで星3がいけるかどうかっていうね。はいはい、ということで、中谷のアップライム、中谷の超強い、うちの中谷の、うちの中谷のダヴィンチをお借りしていきます。はいはい。え、これすげえな、99やん。どういう感じになるのかまだやったことないので。もう全然わからん。対戦相手を選択、あ、こっから選択できるんだ。対戦相手を、招待状をくれるらしい。逆転のチャンスっていうのがありますね。ほう、じゃあ一番上の方にしますね。知り合い？知り合いではないです。多分他のプレイヤーがランダムで表示されているのだと思います。じゃあ行きますね。はい。はい、これどうなる？すぐ。え？どうなんのこれ？どう戦うの？どう戦うんだろう。出た。本当にね、本当に1回目なんですよ私。君たちに、まあ、あの日以来かもしれんな。そうですね。まあ、あの日以来ではないけれども。うん。派手やな。2000を突破し、ほう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 、混沌のゲームマスター降臨、うん、なんかイラストがいつもと違うぞ。こっから普通にプレイするのかな、戦うのか。音が静かだな。静かですね。来たね。え、タクヤ、会話始まった。会話始まった。誰と戦うんやあ、で左上にね、あ、ここをスキップさせていただきますね、はい、左上にスコアが出てるんで、るこれが多分対戦相手と、うん、まずは、まあ、沙織に勝ってから言おうな。え、何これ、あえ、嘘、嫌だ。あ、びっくりした。ブリちゃん何も取れんかった。今の、え、何これ、下行けってことですかね。何どうすればいいのこれ、どうすればいいの、どうすれば下行けるの。下にある、下行けないんですって、下行けないんですって、これ下行けないんですって。え、これどうすればいい、なんかハテナマークみたいな感じでハート出てるから、これなんか出てますね、謎。出てます。あ、1割る2割る4引く9割る6、取っちゃいけないやつ、1割る、え、ないね。やべ、これマジでわかんない。あ、これ上じゃん、しかも上じゃないですか。何、怖い、どうしよう。でも HP はまだ大丈夫なんで、任せろ。ちょっと村井さん、お願いしますよ。1割る2割る4割るじゃなくない、足すじゃない、今ので。この答えを選ぶんだ。次どっち、こっち来い。あ、下村井先生、ちょっとあれ足すか、ちゃんとやってもらっていいですか。ほら2000を食らってるじゃん。次できる、安心してくれ。 次お願いします。4、あ、どっちよち、ちょっと待ってね、上、次は任せろ、ブリちゃん、もう次は任せろ。 HP がまずいんですって。次は任せろ、次はお願いします。本当にお願いしますよ。これね、これ対戦見せたいのにここで終わっちゃダメなんですよ私。全然計算できない、全然わかんない。ちょっとどっち、2か3、どっち。
これあれめおおおめでとう。待って、ブリちゃんブリちゃん。ちょっと待って、なんですか。次は信じろ。次は信じろ。ね、もうこれ3回目だから。てな。え、ちょっと待って。あ、違う。ここやばいやつ。やばいやつ、やばいやつ、下行けないやつ。え、これやばくない？これどういうこと？これどうすればいいの？この場合。安心しろ。次は私がちゃんと。あ、次問題来た。問題来た。え、問題来てない。問題来てない。問題出るやん、問題。問題来る問題。え、これどうやってしたら行けるんですか、これ。落ちないとダメ？落ちないとダメか。落ちようぜ。ああもう死んじゃうな。やばい、これちょっともう一回やんないと。落ちますよ、落ちますよ。あれ？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 お何かが起こった。何かが起こって、スコーが今すごい、あの、加速。早く。頑張れ。やばい、黄色取りたい。オッケー。いいんじゃないですか。どういうこと？やっぱり、あれは、いきなり落ちないといけないんだ、やっぱり。なんで？どういう感じ？え、次問題？こっから普通になりましたね、ステージが。ね。ステージが普通になりました。私は頑張って。いや、でも、一個も解けてなかったですよ。全部外しに来ましたよ、私たち。あれ、分かんなくなかった？いや、全然分かんないです。2分の1なのに、偶然全部外したな。ね。あんな確率。全部逆に。なかなかないっすよ。逆にすごいわ。これ倒せそうな予感がする。もう全然倒せそう。もう一回クイズ来いよ、私からしたら。いや、いいですね。もう大丈夫です、私は。クイズ答えたいよ。でもこれ、次の魂でもう一回来る可能性はあります。クイズ？うん。危ね、危ね。クイズお願いしたいね。よっしゃ。クイズお願いしたい。クイズ。もっと早くクイズ来い。あれ、早すぎて全然読めないじゃないですか。いいよ。結構ね、火なんで長い。今ね、集中力をね、溜めてるよ。集中力を溜めてるよ。おぉ、あー。残念。いや、大丈夫です。スキル使おう。使った。あんまり似たなかったようになりそうですよね。でもスピードがまだ18で遅いので、まだ助かる。まだガスか。大丈夫。スコアが今16000。多分この16000とかしょぼいんやろな、結構。言わないでくださいよ。結構しょぼいんやろな。トシさんとか仲良いとか言ったら、本当にね、ゴミのような。本当すいませんね。よいしょ。でももう倒せるぞ。倒せる。やばい、ここきついぞ。うわ、ナイス。よくぞ。よし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 。結構危ないや。死にそうじゃない？結構危ないや。死にそうじゃない？やっぱ危ない。あ、ちょっと待って。でもマルタス。ちょっと待って。マルタスから。ちょっと待って。上行きたかった。すごい上行きたかったよーい。マルキル、マルブイちゃん、ブイちゃん、ブイちゃん、マルマルマル。そうそう。なんで？あ、これで攻撃。お願い。いや、ブリちゃん、これはね、え、なんすか、え、なに、つい顔赤くなってるよ。あれだけの回数、足し算出てきて、答えを出せなかった、はい、私にも責任はあると思ってるよ。本当ですか。連帯責任だと思う。連帯責任、ありがとうございます。コンティニュー以降のスコアは加算されないって書いてあるので、さっきのスコアがその対戦のスコアになるところですね。だから今、左上に見えてる19530くらい。結局、この後どうなるんだい。わかんない、どうなるんだろう。勝たなくていいの。勝った。だってもう、え、どうなんの。どうします。負けたら終わりじゃないの。負けたらその対戦が終わってしまいますね。負けてみる。負けてみます、一回。ノーコンティニュー。ノーコンティニューいきます。え、どうなんのこれ。怖いな。分からんで。コンティニューしますか。はい、いいえ、はい、ここまでなの。てんてんてん。このスコア絶対ボロ負けやないか。で、これが私の、え、お、クリアしてないから0点。あ、そういうこと。終わった。何これ。え、あ、なるほどね。パタパタパタって飛んでた。あ、招待状。あ、今の対戦相手に私のスコアを送られたんだ。ゼロの結果ってすぐ分かんないんだ。分かんないんですね。なるほどね。で、その答えが多分なんかお知らせとかで帰ってきて、どっちが勝ったかなみたいなやつだ。ブリちゃん、これ、え、なんすか。敵からしたらさ、うん、招待状来た、何点なんやお前って見たらさ、0点。バカかみたいな。
バカ、お前戦う気あんのか、うん、ゴミがって言われますよ、これ どうしたのこれピヤーって言われるよ何それ何それ小島一緒わかりますけど、なんでいきなりピーヤ出してきたそれびっくりしましたよ、今焦りましたよ結構対戦相手がさ、え、あのブリ大根さんから招待状招待何挑戦状って、ね、見た瞬間に0点と、うん、ピーヤーって、ね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はいはい、え、これどうしようこれ困ったな招待状多分、はい、概要欄に、うん、この対戦デスパーティーの流れといいますか、はいはい、勝ったらこうなるみたいな、そうですね、あの流れ流れだねあのアップモンクのレベル記事でご確認ください。怒られませんこれ大丈夫ですか。概要欄にリンクあります。大丈夫、じゃあ次はそちらからご覧ください。あのもっと強いトシさんとか中山とかに挑戦してもらって勝つところをあのお見せしたいですね。私のこんなしょぼいプレイでお見せしてこのトシさんませんでした。一回でも足し算成功してたら勝ってただって全部外しに行きましたよね。むしろ狙ったようにしか思えないあの外し、おかしいな。ランダムで行っても2分の1で当たるはず、うん、まあ連帯責任ってことでいいですか、うん、そこはありがとう。ピーヤーありがとうございます。さよなら。こういったものまで来た、怖い怖い。いや、もうみんなそんなこと信じてくれ。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではマックス村井チャンネル以外にもいろんなチャンネルをやっております。ぜひとも合わせてご覧くださいませ。また、ニコニコのマックスムライブではさまざまな生放送をやっております。毎週月曜日と木曜日には定例放送もありますのでそちらも合わせてご覧くださいませ。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。